和田峠は中仙道の峠で長野県小さ方郡長和町と諏訪郡下諏訪町の間にある最大標高1531メートル。千曲山地を越える峠の一つ。中央分水海にあり、峠の北側は千曲川を経る信濃川水系で、水は日本海に注ぎ、峠の南側は諏訪湖を経る天竜川水系で、水は太平洋に注ぐ。 縄文時代には黒曜石の産出地として利用され、石族に加工された。黒曜石を加工して作られた矢尻が、和田峠から直線距離で 650km 離れた北海道、木古内町の遺跡からも発見されており、縄文時代には峠付近が交易の出発点であったことが示されている。現在でも黒曜石は地元名産の石材として扱われている。 万万路石の産地でもあるが、最終禁止である。中仙道は、江戸幕府によって整備された街道であり、平均すると2里程度の間隔で宿場町が置かれていたが、この和田峠は険しい山の中にあり、峠の江戸側の和田塾と、京都側の下諏訪塾の間隔は実に五里半弱と、長い。陶器の降雪も多く、中仙道最大の難所とされていた。このため、 途中に何カ所か旅人のための避難所や茶屋が設けられていたほどである。これらの茶屋は西餅や東餅や接待などと呼ばれ、今でも地名にその名を残している。1864年12月18日、和田塾から下諏訪塾へ向かって峠を通過した三竹市天狗島と高島藩、松本藩連合軍が交戦し天狗島が勝利した。 江戸時代の中仙道は徒歩道であり、国の史跡としての指定を受け、一部は散策路として整備されている。国道142号旧道は徒歩道とは微妙に異なるルートを通っている。1876年に旧来の街道に代わって現存するトンネルの真上を経由する紅葉橋振動が改作され、交通はそちらに移った。 これがほぼ国道142号9道のルートにまで踏襲されることになる。それでも、高知で当季の通行が困難であることは、変わりなく、大正時代以降自動車通行を可能とする程度の整備が図られるようになり、1933年には現存する和田峠トンネルが開通している。新和田トンネル1953年には和田峠を含む、 前後の区間が国道142号に指定された。和田峠トンネルは戦前戦後を通じ、高校のコンクリート応井を延伸するなどの対策で、積雪等への対処が図られてきたが、福音は自動車一台分強と狭いままで、現在は信号機を設置して、交互通行するようにされている。国道142号に昇格してからの和田峠は、 対抗に車線を確保できない境外ぶりから年々増加する自動車交通をさばききれなくなった。そのため、大体路として大きくルートを変え、低い標高の新和田トンネルで貫通する新和田、トンネル有料道路が1978年に開通したことで、旧道は幹線道路としての役割を終えた。旧道の国道指定は解除されていないものの、 現在の幹線自動車交通の大半は、新トンネル経由の振動で賄われている。また、鬼道ロのビーナスラインが旧中線道と交わる形で通っており、旧道のトンネルの長は川出口付近で接続されている。この連絡もあって、旧道は観光道路としての性格が強くなっている。和田僧の花の出し子化の多年僧である、和田僧は、 長野県の和田峠で多く見られることから名付けられた。中仙道和田塾下諏和津区、国洋石研究の動向、3から6節、長野山国曜石、北海道で、湿度650キロ離れた、縄文遺跡、共同通信、2018年12月16日閲覧、地域資源全国展開支援事業、国曜石物語和田峠のザクロ石、ことバンク。 和田草とは、2018年5月9日閲覧、ありがとうございます。